割ったのではなく割れたと説明しています。岐阜市営の火葬場、岐阜市再園では、少なくとも10年以上前から、職員が仮葬中の遺体を金属の棒でつき、頭蓋骨などを割り崩す行為が行われていたということです。昨日、市議会の一般質問で明らかになったもので、取材に応じた再園長は、行為を認めた上で、遺体に火が当たるように動かしたり、 骨の形をを整えるるたた。めに金属棒を使っていると説明しましま割れるという言葉が一番正確だと思うんですけれども、何もせずにあの頭からあの足の先まで綺麗に仮装が進むばかりではありませんで今後はより丁寧な扱いを心がけるとしています。